はい。今回は、共産党と強いつながりがある、二党夢めさんが代表を務めるコラボについてやっていきましょうか。今回はですね、こちら、都議会で黒塗りゆり子都知事に対してですね、コラボ問題について追及がされたんですけども、都合が悪すぎたんでしょうかえー、中スキームをですね、何としてでも守りたいんでしょうか質問に対してですね、これ無視をして、逃亡してしまいましたので、紹介していきたいと思います。 思います。仕事放棄の逃亡というところでですね、都知事に向いてないんじゃないでしょうか。もう黒塗り、白塗りだけではありませんと、逃亡までしてくるとですね、なんかもう悪意を感じてきますけどね。もうどうなってるんでしょうかね。まあ今回のですね、議会の様子などについてはですね、こちらのサキシるがまとめてくださっていましたので、こちらの記事を見ながらですね、紹介していきたいと思います。あとはですね、東京都のホームページにもですね、 えー、今もう録画がアップロードされていますので、そういったものを確認いただくというのもいいのかなというふうに思います。えー、記事の方ちょっと見ていきたいんですけども、当日の様子が書かれていたところを中心にちょっと見ていきますけども、ところどころですね、これ記事を省略していきますので、全、えー、文を見たい方はですね、えー、僕のツイッターの方でですね、これいいねとリツイートしておきますので、えー、そちらからですね、ご覧いただければと思います。まあ あの、ところどころというふうな話はしましたけども、ちょっと記事がですね、これ面白すぎて <laughs>、この逃亡劇が面白すぎてですね、うん、ちょっとほとんど入っちゃってるんですけども、はい、ちょっと記事の方じゃちょっと進めていきたいと思います。えー、ではですね、ちょっと記事の方、えー、見ていきたいと思います。えー、自民党は浜中紀高都議が質問に立ち、 この事業の契約や団体選考、会計、管理のあり方、事業効果等について都民の間では日に日に関心が高まっている。その関心は SNS 上では大きなうねりとなり、東京都の事業のあり方と税金の使われ方に大きな注目が集まっていると指摘したというのでですね。まあこれですね、面白いのがですね、全部アウトなんですよね。<laughs> 契約の仕方もアウト。 団体の選考の仕方もアウト。会計もアウト。管理もアウト。事業効果もアウト。もう全部アウトなんですよ。ここまでアウトが揃うかーっていうですね。もうなかなかすごいですよね。まあどこかの団体とかですね、東京都の部署がもうなんかちょろっと税金ごまかしましたみたいなですね。程度な話ではないんですよ。もうアウトだらけのですね。うん、事業となっているというとこですね。はい。 まあだからこそですね、これも東京都でこんな授業いらないんじゃないかっていうふうに言われ、言われちゃうわけですよね。うん。で、その上で前日、都民ファーストの会の代表質問に対し、都の西山福祉保健局長が来年度からはそれぞれの特色を生かして若年女性等の支援に取り組む団体の活動を一定の基準に基づき後押しできるよう、補助制度化に向け国と調整していると明らかにしたことにも触れて、 浜中市は大切なことは委託事業でも補助事業でも税金を使う事業においては適正に税金が使われたかどうかと強調っていうのでですね。まあ、全部ですね、アウトな事業を存続させる意味をですね、ちょっとまず考えてほしいですけどね。なんかもうこれ補助金つけることありきで話してるじゃないですか。まあ、そういうところはやめていただきたいですし、まあ、考え直していただきたいですよね。で、ここでもですね、ちょっと面白くってですね、ここのですね、福祉局長がですね、 えー、それぞれの特色を活かしてっていう風に言ってるんですけども、この特色っていうのがですね、すごい特色、皆さんお持ちですよね、WBPC の皆さんって。<laughs> 女性支援だーってですね、まずですね、ピンクバスで常連に対してですね、税金を使い込む団体。まあ、あとは沖縄辺野古基地とか行っちゃう団体ですよね。本来の活動はですね、辺野古での、 抗議活動だーとかって言っちゃったりするわけですよね。あとは韓国、慰安婦関連の団体にですね、寄付を流して、お金を流していたりですとか、まあそういう団体ですよね。えー、それからですね、研修だーキャンプ旅行だーつってですね、税金を使い込む団体。それからですね、アロマ、占いとかいうふうにですね、やってですね、え、これが女性支援だーつってですね、税金を使い込む団体。 で、それからですね、ネットでですね、相談者と支援者のですね、自作自演をしてですね、税金を使い込む団体。もう特色豊かですよね、本当に。もうすっごい特色ありますよね。<laughs> こんな特色だらけの団体がですね、もう女性支援だーなんて言ってもですね、もうこれ、ふざけるのもいい加減にしろよと。東京都の職員でですね、これ局長まで出世してもですね、そんなこともわからないんですよね。うん、もうやめてしまえよっていう話ですよね。うーん。 えー、さらに困っている若年被害女性等を支援することは大切であり重要としながらも税金の使い方に疑義があったからこそ住民監査請求が起こり注目を集めている委託から補助に切り替えを検討するということは何か問題があったからなのかと真意を正しさらに本丸である小池知事に対してこの問題についてとの責任者である小池都知事はこの事業を認識しているのか 認識をされているのであれば事業のあり方についてどのように考えているのかと迫ったというのでですねでここで重要なのはですねこれ今回質問しているですねあの浜中都議ですね黒塗りゆり子宛てにこれ質問してるんですよ局長じゃないんですよけどですねこれ黒塗りゆり子はですねこれ説明しないで逃げるんですよねしかし小池知事は浜中市が取り上げた少子化対策などについては直接答弁したものの コラボ問題については前日に続き西山局長に丸投げ西山市は平成30年度の事業開始以降若年女性の支援に取り組む団体も増えており民間ノウハウを幅広く活用し支援対象者の状況に応じて柔軟に対応できる仕組みとすることが必要となっている。 こうしたことを踏まえ、都としては来年度からそれぞれの特色を活かして、若年女性等の支援に取り組む団体の活動を一定の基準に基づき後押しできるよう、 補助制度化に向け国と調整をしていると述べ、前日と同様の答弁を繰り返すにとどめたというのでですね。ちょっと漢字の間違いがいくつかありますけど、なんかこれ AI 使ってなんか書いたとかって書かれていたので、その影響かもしれませんね。ちょっとそのあたりご勘弁くださいというのでですね。で、これなぜですね、コラボだけ直接回答しなかったのか。これ、黒塗りゆり子ですね。これ都合が悪すぎるんでしょうね。 見事な逃亡劇お疲れ様でしたーっていうところですね。もう自分ファーストでですね、えー、都合の悪いことは部下へなすりつけというのでですね、そんな感じなんでしょうかね。まあ、でですね、あの時こう言ってたじゃないかーとかですね、いろんなことを言われるのが嫌なんでしょうね。まあ、あとは全部を把握できてるわけではないので、こう突っ込まれるとですね、うん答えられないのでですね、まあ前に出て自分が責任を取らないようにしてるっていうことなのかなというふうに思ったんですけどね。 まあ普通ですねこんな組織のトップがいますか上司に対して質問してですねそれで無視して部下が勝手に答えるんですよそんなの見たことも聞いたこともないじゃないですかこうやってですね組織のトップに立つ人がですね責任を部下になすりつけるってですねもうありえないことだと思いますけどねまあこうやってですね勝手に局長が答えるあたりからもですねもう事前打ち合わせしてるだろうと これも劇場だろと <laughs>。やらせだろと。出来レースだろと。いうふうに思ってしまいますよね。うん。で、先日ですね、小島時こんなツイートをされていましたよね。他、会派の代表質問を出来レースに違いないというのも問題発言であり、厳重に抗議しますっていうふうにですね、このようにツイートされてましたよね。見事な出来レースじゃないですか。これが出来レースじゃないんなら何なんですかあうんの呼吸かこれ何かの奇跡か 説明してみろよっていう話ですよ。これデマですかなんか、某団体そっくりですよね。デマだーデマだーつってですね。いや、もう本当、某団体にそっくりですよ。さすが仲間ですね。ほんとひどいですよね。都民の意見も無視。都議の意見も無視。何のための都知事なんですかもうやめていただいた方がいいんじゃないかなと思いますけどね。で、その都知事に群がるですね、こういう、 え、金魚の糞みたいな奴らですね。え、こういう奴らもですね、もうやめていただいた方がいいんじゃないかな、というふうに思いますけどね。まあ本当ですね、都知事ってですね、なんかお金の問題抱える人ばっかりですよね。まあ今回の黒塗りゆり子はですね、コラボ問題に、東京オリンピックに太陽光パネルに、もうお金の問題ばっかりですよ。で、マス添はですね、公用車問題、まあ言い換えるとですね、税金の不正利用ですよね。 で、猪瀬もですね、バッグに5000万円詰めてですね、鼻の下伸ばしていましたけども、もうこんなですね、もうまともな人がいないですよね。これ、都知事他にいないのか、もうやめてしまえとかって言うんですけど、出てくる都知事、出てくる都知事ですね、もう、ひどい都知事ばっかりなんですよね、本当に。 こうも、なんか、まともな都知事がいないか、というのでですね。うん、東京都民としてはですね、非常に悲しくなってしまいますけどね。誰かいないのか、というところを思ってしまいますけどね。はい。呪われてるんでしょうかね、東京都知事って。<laughs> ま呪われてはないか。自分の性格か、これは。生まれ持った性格ですね。うん。いやー、まともな都知事が出てくることをですね、期待したいですよね、本当に。うーん。 えー、それではですね、今回の事件について、ネット上の声も見ていきたいと思います。えー、まずはですね、こちらのコメントです。部下に責任を押し付けて逃げる、リーダーとは呼べない、勘違いしているんだろうな、自分の役割をというのでですね、まあ組織のトップならですね、一番自分が先頭に立ってですね、説明しろよっていう話ですよね。なんか後ろでですね、もうなんか適当に部下に指示だけしてですね、仕事をしない。 まあそんな組織のリーダーってよく言いますけども、うん、そんな奴らと一緒ですよこいつは。うん、こちらですね。いいねしておきたいと思います。えー、続いてはですね、こちらのコメントです。都議会のアーカイブを見てる。うん、委託とか補助とかの業務形態の問題ではないですよ。 今回の答弁は都民として非常に遺憾ですっていうのでですね。まあ補助にすればいいっていう問題じゃないですからね。まあ、ひまそらかねさんが指摘してましたけども、補助事業でもですね、もう黒塗りだらけでですね、これ問題だらけなんですよね。 まあこれで税金の使い方、透明性が出てくるっていうふうな話してますけども、結局、これ黒塗りになるので、全然透明性ないんですよね。うん、で、結局、領収書出せばですね、全部承認してしまうわけですから、チェックしてないわけですから。<laughs> うん、補助になったからって関係ないですよね。まあそもそも WBPC、まあ今回問題になったわけですし、そこから排除するっていうのは必要だと思いますけどね。うん、あとこれ、定例会の録画ですね、これも先ほど言いましたけど、あの、 東京都のホームページ出てますので、あの、興味ある方ですね、ご覧いただければと思いますというとこですね。はい、こちら、いいねしておきたいと思います。えー、続いてはですね、こちらのコメントです。東京都議会での浜中議員の質問は、現状の議議を小池百合子都知事が把握しているかどうかなのに、 福祉保健局の回答は、業務内容なので、私が答えますって意味不明でしょう。業務内容聞いてないわ、日本語不自由かって言うんです。<laughs> これ聞いた質問に対して答え出さないんですよね。小池合子この問題知ってんのかっていうふうにですね、聞いてるのに、それについて答えないんですよ <laughs>。別に業務内容について浜中議員聞いてないんですよ。なのにですね、これなんか業務内容なので、俺が答えるぜってですね、なんか全然違う回答するわけですよね。まあこれ前日にもですね、同じですね、発言をし していたので、もうそれをですね。そのまま使ってるわけですよね。これ裏でですね。黒塗り百合子と話してないとですね。こんなことにならないと思うんですよね。もういいから、もう昨日と同じ内容話しとけみたいなですね。そんな話多分してんじゃないかなと思うんですよね。 じゃないとですね、もう、なんか全然関係ない、あの、答えしてしまってるわけなので、普通の上司だったら怒りますよ、だって。<laughs> 何答えてんだ、っつってですね、そんな答えじゃないだろ、つってですね、普通怒るじゃないですか。でも普通に怒んないので、これ、まあ裏でなんかやってんでしょうね。うん。だからですね、これもうデキレースなわけですよね。はい、こちらですね、いいねしておきたいと思います。 女性の支援事業も出来レース、えー、都議会もですね、出来レースというのでですね、芝居劇が非常に不得意な自分ファーストの会の方々ということみたいですね。はーい。 えー、今回ですね、えー、東京都知事黒塗り塗り子に対してですね、コラボ問題についての話がですね、これ追及されてしまうわけですけども、えー、見事にですね、無視をして、えー、逃亡してしまうというですね、そんな黒塗り塗り子さんになっていましたけども、皆さんですね、このような黒塗り塗り子さんについてですね、どのようなご意見をお待ちでしょうか。皆さんのご意見についてもですね、ぜひコメント欄でコメントいただけると嬉しいです。 それからですね、今後もこういった興味深いニュースがあればですね、どんどんお話ししていきたいと思いますので、ぜひですね、チャンネル登録の方もお願いします。あとはですね、概要欄にこちらのツイッターのアカウントも載せていますので、こちらのツイッターのフォローの方もお願いします。はい、今回の動画はここまでになります。それではまた、次の動画で。